スレチックス7連敗で勝率1割台に突入、20世紀以降メジャー最多の130敗ペース、藤浪は登板なし。6連敗中のアスレチックスはマリナーズと対戦しました。4回に3連続タイムリーと、四球での押し出しで5点を失うと、7回にテオスカー・ヘルナンデス選手のソロホームランを浴び、6-1で敗戦しました。藤浪晋太郎投手は、この日は登板しませんでした。これで今季チーム最長タイの7連敗となり、勝率は、196と1割台に突入しました。アスレチックスは1916年に記録している117敗153試合が球団シーズン最多敗。20世紀以降のメジャーリーグでは、1962年のメッツが記録している120敗160試合がシーズン最多敗となります。現在51試合41敗のアスレチックスですが、このままいけば20世紀最多敗となる130敗ペースとなっています。終わりだよこのチーム。えぐいな。藤浪よかったなお前以外もやばいわ。むしろ藤浪以外がまともやったらさっさとマイナー落ちなり帰国なりして恥をかかずに済んだのではないか。中日よ、これが本物の暗黒だ。ついに観客の未数も1000人台に到達した。プロ同士の試合であればどんなに弱くても3割勝てる。もしかしてプロではないってこと？チーム投手 5-3.9、30位、29位メッツ0.7、地味にやばい。やばすぎて草、ところでこのマイナスの半分はあの方なのでは。割と真面目に NPB に放り込んでも A クラス怪しいレベルやないか？藤浪レベルの投手ばっかって時点で終わってるし。アスレチックスファン？どんなに弱くても3割って聞いたんですけど。藤浪はどうでも良いけど監督やコーチがただただ不憫でならない。ファンもそれはわかってるっぽいけど。野手もルイーズがダントツの盗塁王だしあんな環境でよくやってる。今までも最下位狙う球団はおったけど、勝ちに行くポーズすらしてねえもん。チーターでもここまでやらんかったぞ。藤浪の棒調べてみたらマイナス 1.9 で草、半分近く稼ぐとか伝説になるで。得点の倍失点しとるから、統計学的にも妥当な勝率という事実。中日とか全然マシなんやな。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。